はい、シンパニーの本村です。今日も引き続きラブパーソンのセカンドインプレッションということで、1曲ずつ今レビューしてるんですけど、前回愛の人をお送りしてまして、今回、6曲目心を沈めてですね。ファーストインプレッションの時にね、こう心が踊りすぎちゃってね、そんな心が踊りすぎちゃってる時にこの曲が流れてきて、あ、ちょっと心落ち着けなきゃみたいなね、まあ、そんなことを喋ってましたけど、まずは例によってライナーノーツのコメントから読んでみたいと思いますけど、2019年の太陽がいっぱい、ブレインソレイルツアーのエンディング映像の中で徳永さんがガットギターで披露していた曲ってことは、もうすでにあった曲なのか。その時インストの曲だったってことはまだ詞がついてなかった。あ、でもその時すでに詞もメロディーも完成していたらしいって書いてますね。静かでしっとりとした曲でありながら現実味のある葛藤が書かれているが、安らぎを与えてくれる大切な人への感謝の気持ちもこの曲の根底に込められていると言っていいだろう。2019年のツアーってことは2年前か。じゃあまあ割と最近やっぱり作られた曲なんですね。なるほどね。ガットギターで披露してたんですね。聞いてみたいな、それね。ちょっとまあそれも想像しながら聞いてみようと思います。このイントロの音色がまた優しいギターの音色ですよね。ベースの音もちょっと高いところで踊ってるっていう感じですかね。2019年っていうと、まあまだコロナの前ですよね。心を沈めて自然へと帰ろうっていう歌詞がありますけど、ここに至るまでのところで、まあいがみ合って過ごしているかもしれないとか、いたたまれないこととか、まあそういうキーワードがあって、まあそういうことがあってもこうね、心を沈めて、あなたの胸で眠りたい。ここで言うあなたは誰なんでしょうね。こういう場合は、女性ファンの場合はやっぱり徳永さんの想像、徳永さんを想像するってこともあり得るんですかね。これは作り笑い的なことを言ってるんですかね。すごいこう柔らかい歌声というかね、ここ最近ますます徳永さんの歌声っていうのがこう柔らかさを増しているというか、まあこの「ふるさと」っていう言葉が出てきたりとかしてるから、「あなた」っていうのが必ずしもその
間ってわけでもないかもしれないなとかね、ちょっといろいろ詩を読むと思うところもありますけどね。まあ安心できる場所、人なのか、まあ、そういうところに、まあ身を寄せて、ゆっくり、心を静めたいっていうかね、そういうことなのかなと。聞いてるうちに心がスーッとなんか静まっていくっていうかね、この曲のタイトルそのまんまこう聞いてるとそうな自然となっていくっていうか、そんな感覚を覚えます。この曲を聞いていると、なんだろう、まあ寝る前とかに聞いてもいいかもしれないですね。昔僕は学生時代というか、まあ高校時代はそのディアーのアルバムなんかをよく聞いて、まあディアーもすごい静かでね、こう眠りに誘うようなメロディーだし、まあ最後のねメロディー永遠の鍵、あれでね、僕の中はメロディーのこの君を飾るメロディーのリフレインのところでね、大体こう眠りについていたっていう、そういう思い出があって、今だとこの心を沈めてを聞きながら眠るとまあ心地よい眠りにつけそうだなっていう感じですかね。なんかもう話してるそばから眠くなってきちゃうっていうね、おじさんがあるあるに今引っかかっちゃってるんですけど、はい、まあそんなわけで、今日は、6曲目の心を沈めてのレビューをお届けしました。次回はあの日のポセイドンね、ちょっとこのタイトルからしてどんな曲なんだろうなって思いながら前回というかファーストインプレッションの時は聞いてましたけど、あれからまただいぶ聞き込んできたので、またちょっと違ったレビューができるかなと思っています。それでは、また会いましょう。